けただけなのだ。いや、おかしいというか変わりすぎだろ。これは俺の憧れの姿でな。憧れ、ハゲとヒゲが。おしとる、腕の立つクスシを紹介してやった方がいいんじゃないか。そう、幼き日のあの甘美なる思い出。幼き頃の俺はクソのようなガキだった。しかしそんなクソのようなガキに分け隔てなく接してくれ、その親父は飴を売り歩きながら諸国を旅していたのだが、その時の話が、ま、そんな軽妙な話をしつつ、武骨な手から生み出される芸術のよう皆に親しまれて、ひょうひょうと飴を売る姿にあっ、これは意外というべきか。この俺が感傷か。よもやこんな気持ちにさせられようとはな。そう、貴様は飴屋の親父にそっくりだ。ゆえに、あ、人をハゲとヒゲ扱いするな。何やらいい話をしている風だが、ハゲのカツラを撫でながら語られても嬉しくないぞ。果たしてそうかな。貴様、これをかぶっ、いや似合わんから絶対、というかかぶらんからな。なんだ、そのお姿にはそのような深い思いがあったのですね。民を見守るためにそのようなお姿を。これなら三日月様と気づく者はおらぬでしょう。このキュール、感服の極み。さすがは兄上と対をなすお方。そこまで深い考えはない。やつ、聞けば面白そうなことをやって、少々偉くなりすぎて肩書きが窮屈になってきていた頃合い、ならばわしもやってみようと思ったわけじゃ。まさかやつってのは。よう、おめえら待たせたな。いつも、さっきまでここに。やってるかい、さっちゃん。やってるぜ、うっちゃん。なんなんだこのあうんの子。中があまり。誰でそんな根も葉もない噂を言う。あの御前試合では宗家よく試合をするなんて素敵な仲やった。わかってるお嬢ちゃんじゃ。どれ、飴をやろう。兄上、またそのような格好を。なんで、まるで品性がないような言い草じゃねえの。さっきは左近を持ち寄っ、あっちはよくて、こっち、いえ、ま、その通りだけどな。はい、ここにいるのは風来坊の右近、そして飴屋の左近。金星などクソくらえよ。兄上、猫やん、死んだ魚のような目して。ごめん猫ね、こんな時なんて。でも男の人って少なからず、ほら吐くとこ見てると。ほら、一緒にすんな。少年の心と言ってほしい。まったくじゃ、遊び心というやつよな。で、なんじゃ、お前さんは実際どう思う。どう思って。今のわしらじゃ、お主の目にはどう映っておる。そう言われても、まあ悪くはないか。自分も不作法な方だし、きっちりかっちりしてる。あんちゃんならそう言うと思ったぜ。よし、今日からハクもわしらの仲間じゃ。じゃあマロ、お前も仲間ってことで。堅苦しくない間柄に憧れ。にょへい、ちょっと待ってほしい。ついでにキュールも。ついでって、うちらも仲間に。いいぞいいぞ、どんどん入れ。それって、さあさあ、いつまでも話し込んで。改めて乾杯。もう好きにしてほしいのです。
飲みに行くにしては寂しい。よ、うん、知る人ぞ知る隠れ。ああ、いや何、一杯引っ掛け。今日はこいと、へい、知らねえのか、根強い人気があってな。ああ、そっちの統計か。まあな、なまじ人気があるせいで闇賭場と、クソな胴元が無許可で賭場をな。それだけならまだしも、中には身ぐるみどころか。そりゃまたひどいな。なあ、いろいろと噂話ちょいと調べたら、わけだな、こいつが人手出ししづらいって言うかな。なんだよ、らしくない。そこの常連がさらに聞き込んでいくうち、ベコポンポと奴らをしょっぴくには確固たる証拠がし、まどろっこしいな。そうしたいのは山々なんだがな。だがな、そいつは奴らのよっ、おいおい、言ってくれる。ただでさえこ身勝手な解釈が好きなれ。そうなったら下手をしなくても右近衛大将としての任にし、なるほどね。待て、さすがはあんちゃん、話が早いな。ハズレ長屋の連中が言ってた川沿いの酒蔵のこと覚えてるかい。今夜そこにデコポンポの屋形船が乗りつけるらしくてな。そこでかなり大掛かり。お前最初からそのつ、心配すんなって。にちゃんとキャ、うん、しかも、うん、もう行っちゃ、分かっ、およ、そうこなくちゃ面白くねえ。まさか屋形船がこんなにでかいとはね。